宝妈。 こんばんは、中村です。バラありがとう。結婚してお疲れタコありがとう。あわあわもありがとうございます。皆さんお疲れ様です。うんうんうん保湿。こんばんは。 中村舞ですお疲れ月曜日ハートにバラありがとう広島お帰りいやそうですよ広島広島です村もうお疲れもありがとう今日は七月二十九日お風呂上がりお風呂上がりです クマありがとうもう7月が終わることに驚きを隠せませんなんかもう月末だってのはなんとなく薄々感じてたんですけど過ごしててで次の月って何月だっけもうすぐ7月だっけとか思ったらまさかの8月でびっくりですもう次の月が8月だなんて。 え、八月ってさ。ええー、みたいな。八月。<laughs> って感じなんですけど。本当もう夏って感じ。もうザ夏。八月病がやってきます。何八月病って。初めて聞きましたね。ありがとうございます。ちょっと。びっくりですね。これは。 1> 1月は写真集が出るよそうですよなんかあれだけ「まだですよ」とか言ってたけどもう1ヶ月切ったんですよそして8月27だから1ヶ月前嘘もう1ヶ月切りましたはいありがとうございますそうなんですよで今日発売の,あのシュープレさんに私の アザーカットが新種のアザーカットがはい載ってるのでぜひ皆さん見てください <laughs> ありがとうございます見てしまいました見ましたかアザーカットを載せていただいております 可愛いハートありがとうよかったあの水着とかは乗ってるはずサーカットで地方は23日後発売広島まだかな きゃーってなった赤い水着あそうです写真集で来たのは赤い水着ですね <laughs> あのタイプのさ水着初めて来ました何て言うんですかあの三角みたいな水着三角って言うんですかねなんか水着でもさ形いろんな種類あるじゃないですかねなんかあのタイプの水着は結構初めて来ましたね ありがとうございますマジケーキルでしょ、ね、いやありがとうございます本当にいやすくみ制御初めてとかではないんですけど水着時代は二回来たことあります多分 私なんかファミリープールとか行く時何着てたんだろう思い出せない何着てたかでもビキニではなかったはずそういうなんか小学生の頃に行ってた家族とかで行ってたファミリープールえっ救水せないともう学校用の水着は着ないから多分ごはんありがとうございます 自分で水着は買ったことないのかいやありますよその2回その着た時2回着たことがあって1回目は中学生の時で2回目は高校生なんですけどその時別の水着だったので2回2個持ってたはず。でも本当にそれっきり ありがとうございますそうそうあの修学旅行でハワイに行くってなった時に水着持ってったでも全然海とかはあのそんなもうパシャパシャすらしてない <laughs> けどそうビーチは行ったけどパシャパシャとかも全然せずにこう。 ハワイ行った時に…だから高校2年生の時かなビーチで何したかなんか写真撮ったぐらい友達とぐらいかなでも本当に全然でもなんかハワイってさ なんか「結構街中歩いいてる人人水着の人多んんですよなんかここでも水着なの?」みたいな場所で結構水着なこと多くって。3日前くらいに更新された西洋紙の YouTube のインタビューの人はガチの同級生ないや同級生ではなくって先輩です。 なんかそし私,の私の地元が西予市っていうまあ市なんですけど愛媛県西予市ってとこなんですけどそこにこの間行ったんですよでその西予市の市長さんと対談させてもらってでそしてなんかいろいろとまあ街ぶらみたいな感じでちょっとブラブラしてでインタビューとかしてもらったんですけどあれな何の YouTube に載ってるかに、ね、西予市ので合ってる そう、なんか乗、ね、せてもらってるんですけどありがとうございますその時にちょうどインタビューをしてくれてた人があのー、私の学校の1個上の先輩でそうお久しぶりですってなりました <laughs> 学年は1個上の人で、ね ありがとう当時からの知り合いだったかうんなんかあの話したこともあってそうそうそううわちょっと待ってクマもらったかわいいなんだこのクマ白いありがとう東京のソワンさんありがとうごまありがとうございますありがとうござまなんか 毛羽立ってる、このクマ。白クマか。ありがとう。東京のソワンさん。ありがとう。こんばんは。放送部、いや、違うんですけど。なんかそれは、あのね。あのー。 私の高校の時とか体育祭ってなるとなんかこう1個上の学年となんかその高私が高2の頃高3の時にいろいろ仕切ってくれるじゃないですかその時にまあめっちゃお世話になった感じでそうなんか高2高3ってこう結構んですかね一番結構近くで。 関わるっていうか。いや、そう。だから、結構話したことがある、そう、同じ段だったんですよ。同じ段の人で <laughs>。そう、たまたま。四個学年が。あ、四個学年じゃない、四個クラスがあったんですけど。同じ段の人だったから。話したこともあったって感じですね。段っていう、え、分からなに、同じ組、組って言った方が分かるかな。段。 そうなんかそう段だったんですよなんかあのー、その44クラスあってみんなそれぞれ4個段があるわけですよ。で、ね、そう赤青黄色緑 <laughs> 4つ段があってそう毎回体育さんは,はこの段に分かれるんですよ。 組のこと団っていううんなんか団長とかいう感じ色で分けられるのそうでその中高一緒だったんだけどだから中学生も高校生と一緒に体育祭するわけなんですよで あのー、40かける二2 4 0人一段で体育祭するの <laughs> そうそう中1中2中3高1高2高3全員でそうそう分けられて。 いいっぱでですすよよね結構大人数ですよしかもさ中学生の時からしたらもう高校生高3なんてすごい大人に見えるからさすっごい大人,だな大人だなって思ってました中1の時は。ありがとう。 応援合戦とかえあるよやった記憶があんまりないかも <laughs> あんまあんまやった記憶がないですあ私あの応援経営してないんですよあんまり <laughs> あの体育祭とかまあなんかいろいろとさ 別れるんですけどあ、高校生とかだったら別れるんですけど大体高校3年生の応援をする組が仕切ってくれて私はあのお茶がかりだったから <laughs> みんなの,あの練習中にこうお茶を作るんですよ家庭科室で。お茶作ってであの放課後持ってってみんなにお茶くんで「はいどうぞどうぞ」って。 全員さん、なんか中学生の時は参加してた。高校、あ高校1年生までは全員参加してたかも。でも、高2高3は、応援は参加、あの、応援っていう係の人がやる。じゃあ、お茶係してました。みんなのね、みんなが喉渇くじゃん。で、あの, <laughs> その、喉を潤すお茶係。 ありがとうございますでもねお茶係も大変だったんだよどのお茶を使うかどのお茶パックを使うかいかに効率よくこう安くこう経費が決まってますからお茶のどれだけこう美味しいお茶をお手頃に作れるかみたいな <laughs> そうですよお茶係4人ぐらいいてみんなで相談して。 どんどんお茶,を使うかうお茶係もいろいろ考えてたんです朝から家庭科室でお湯沸かしに行ってってお茶 作るの放課後までにで放課後になってで時間になったらこうやってなんか台車みたいな引いてみんなのほにお茶持ってってでこうやってみんなにコップで「はいどうぞどうぞ」ってお茶配ってでまた帰って掃除してみたいな係 <laughs> 4人で一段のお茶なさそうだよみんなの分のお茶作るの大量に作るんだから。 あ,わあ,わありがとうマネージャーさん本当マネージャーさんっぽいよねなんか部活の。 ありがとうございます <laughs> 立候補したのいやどうだったっけ忘れたけど多分 <laughs> そうだよ <laughs> 立候補しました <laughs> ここかありがとうございます その時の、そう、先輩です。その。インタビューしてくれてた人は。そうなんです。久しぶりに会うと、どうやって話していたのか。あんまり覚えてないと言いますか。なんか、そういうことありません。何年かぶりに会った人とか。どうやって話してた。 ね、すごいよね。世間狭い。世間狭いですよ。本当に。ああ、ありがとうございます。 してありがとう <laughs> 覚えてたよ、うん、覚えてたし覚えてもらってました、うん、なんか私の学校なんか民謡ってのがあるんですよその体育祭で。 高校2年生と高校3年生は民謡を披露するんですよで民謡四国の民謡なんですけど愛媛香川徳島高知の4県の民謡を披露するんですよ、まあ、なんかダンスとかあるじゃないですか運動会とかでそダンスみたいなところが高高は民謡なんですよでその,そのアナウンサーの人はあの民謡調っていう、まあ、民謡の長みたいな。 あの一番民謡をいろいろとね考えてくれてた人だったのでめっちゃ関わってたんですよその時に <laughs> 和服着あんねそう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 浴衣みたいなん着てやるんですよみんなやるの高2高さんはそう伝統だったのなんかねだね <laughs> 何やってたかなあの ピラ舟ねみたいなやつとこれ香川でしょあとは愛媛の宇和島音頭それとまあ徳島の阿波りそう阿波りもやってえっ、ー、と高知のあ待って出てこない高知のあ出てこない <laughs> 出てこないちょっと待ってやばいやばいやばい,やばい出てこないコーチの「よさこい」そうだよさこいだよさこいです。てってれるてってれるあのなんかな,なるなるなるこなるとなるこあなんだっけあのこう,こういうさ振ったらカチ,ャカ,チャカ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 チャっていうさ赤い板にさなんか黒とか。 黄色とかのこうパタパタするやつがついてるやつあれ <laughs> あれ持って踊るのナルコかその四つを披露するっていうみんなでめっちゃ大きい輪になって。 これはもう伝統学校伝統何人ぐらいでえー、だから200あそうそう300300 300人ぐらい <laughs> 何百人ぐらいかなあれ何人 <laughs> わからんそんぐらい。 授業であるの、民謡踊る授業が。本当にありがとうございます。<laughs> <laughs> どの県踊るのか？いや、全部踊るの。なんか四曲ぐらい全部流れて。 そ,それをずっと踊り続けるのそうなんだよまあ個人的に阿波りが一番難しいですねなんか阿波りって結構なんて言うんですかむずい振り <laughs> っていうか泡踊りふふ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 そう四国民謡 ありがとうございます。<laughs> 私の学校のそのもうなんか、学校のさ運動会ってそういうのない。なんか競技もあるけど、なんかこう披露みたいな小学校でやるソーラン節みたいな感じ。どっこいしょどっこいしょみたいな感じの。なんかそういうのないですか？その部分のところ。 しはみんな通る道だよね小学生の時絶対やったくない私もうめっちゃ記憶あるよあれどっこいしょどっこいしょソうランソーラン,ソーラン <laughs> そうダンスのところ本当ありがとうございます 東京ではやらないって。ええー、そうなのそ、そうなのそんなことないでしょ絶対に何かしら。えそうだよね。殺されるよね。やったことな、えやらないえ、じゃあさ、あれじゃないフォークダンスとか東京だけど <laughs> やりました。あ、やった人 <laughs>、やった人はいる。 千葉はやりました。北海道だがやってない <laughs>。<laughs> じゃあ、そこのさ、枠何やってたの。みんなのさ、そこの枠。そのフォークダンスとか、まあ、その運動会とかである、その。ダンス枠。は。 何マイムマイムって何ですかマイムマイムって何さっきからねコメントでマイムマイムみたいなのくるんだけど何マイムマイムってえ懐かしいって何マイムマイムってありがとうございます無だったので何も覚えてない無になってるマイムマイム知らない マイムマイム懐かしいって知らんのえ知らないんだけどマイムマイム知らないんだってえ知らないなんでみんな逆に知ってるのフォークダンスなのキャンプファイヤーで踊るやついやー全然分からんね聞いたらわかるんかなマイムマイム 一番有名聞いたら絶対知ってる聞いたら絶対知ってるえちょっと調べたいえっちょっとっと充電あるかなマイムマイムこの私のちょっと激重も iPad で調べてみます あのこの iPad ねもうね結構寿命なんですよ「マイム」ん「マイム」あ「あマイムマイム」出てきた唯一女子と手をつなげるチャンスだった <laughs> 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 なんて言ったらいいのか <laughs> ありがとうございますねこれ待って 音、お、フルとかあるんだけど。ノーマルバー。これな、な、何を。見たらいいんだろう。<laughs> ありがとうございます。なんかみんなでさ。う、向き合って輪になる、そんなことない。え、向き合って輪になるやつ。 が出てきたんだけど花ちょっと待って「マイムマイム」の正しい踊り方「100分間舞踊マイムマイム」え本当に100分間あるんだけどこれ <laughs> ああんかちょっとどれがいいかな まこれ見てみようかなマイムマイム大学生ちょっと大学生のマイムマイム見てみます五分ぐらいあそうなの音楽ちょっと待って流れたらわかるのかな絶対聞いたことある。 すごいす元気そうな感じねちょっと元気すぎてびっくりしたこんなに急に声出るんちょっとびっくりしましたちょっと待ってノーマルバーこう聞いてみるこ,これ聞いてえ声出すこれか これサビ来るここがサビかえ、これ以上のメロディーはないかもう繰り返しえ、ないかも聞いたことなんか 聞いたことはあるんかもしれん前世はでもなんかないかもねわかんないでもなんか覚えやすいメロディーですねえ、わかんないなんか聞いたことあるん だよって言われたり聞いたことあるように感じてくるけど多分聞いたことないと思うわかんない初めて聞いたかもこれはすっごいねこれ大人数だったらめっちゃ大きい輪になるじゃんなにこれお、オクラオクラホマミキサオクラホマミんオクラ,んオクラ <laughs> オクラホマオクラホマミキサー何オクラみんなが口を揃えて言い始めるオクラホマミキサーちょっと調べてみますオクラオクラでもうオクラホマミキサー出てきたからうわこれさなんかさこのさ何て言うんですかサムネ YouTube で調べてるんですけど サムネ見る感じ二人一組のやつですねさっきのはみんなで大きい輪になってる感じだったけどちょっとどっか学校のフォークダンスが出てきたどれがいいかなちょっと、ま、学校のはよくないのかな見たらこの <laughs> ショールームで <laughs>。 ちょっと曲聞いてみますねノーマルバーオクラホマミーチーさんあちょっとごめんなさいちょっと CM が CM 待ちです広告が <laughs> この YouTube の知ってると思うこれ有名 めっっちゃ有名だってフォークダンスしたことないしたことないあっとっとあこれ聞いたことあるあるあるちょっと待って最初からはいこれからがわかるよこれ有名だ確かにこれ知ってます <laughs> えみんな踊ったって <laughs> イストリゲームこれではわ <laughs> かるそれも <laughs> これはやったことないけどこれは知ってますこの曲はわかるこれ「オクラホマミキサー」っていうんですね小学生の時に踊ったって人が確かになんかこれ「キャンプファイヤー」のなんかラストのイメージ 好きなことを手をつなぐのドキドキキしたわね <laughs> みんながさなんかそういうなんかちょっと青春なことを言ってる好きな子の手前で曲が終わった記憶があるつら <laughs> い。 握手会の原点、これ。そうなの。<laughs> 順番に相手が変わる。あー <laughs> <laughs> あら。ありがとうございます。 人数合わせで男子や先生と踊ることも <laughs> ええー、まあ、そうだよねみんながみんな学校あれ綺麗にさ5対5ってわけじゃないもんね男女比が 女子役やってた。<laughs> ファンミでフォークダンスやりません。<laughs> え、何、み、みんな。やる、やるんですか、い <laughs>、やりたいんですか。<laughs> やりません。 やりません <laughs> <あ>れは <laughs> やり<ま>せん <laughs> ありがとうこういうフォークダンスってさなんか私の勝手なイメージなんだけどさなんか男子はなんか「はあ、やりたくねえな」みたいなちょっと雰囲気が出てるイメージだったんですけど <laughs>。 なんかそんなことない内心うっきゅうに <laughs> 照れ隠しんかでもそんな感じのイメージがあるもちろん態度ではそれですって <laughs> シャイ しょうがねえな。<laughs> ありがとうございます。ごじゅう分ちょっと。 面白いですねこういうなんか昔の <laughs> エピソードお休まないとねちょっとね誕生を読みます <laughs> <laughs> ええカズピースさんハンバーグさん山道さん ちゃんさんドラガンさんはやりんごさん熊ねパパさんなっちさん福ちゃん丸さんきなペコさんてィんさん考えなしさん1位はドルドドン東京のさわさんでしたありがとうございましたありがとうさんの お話を聞かせていただき、ありがとうございます。<laughs> 今日も終わる、終わりますよ。本当に、明日はね、火曜日です。七月残すところ、あと二日なんで。三十一まである。おやすみなさい。皆さん。いっぱい水飲んでください。水、塩分も。本当に。 脱水には気をつけて。トゥルトゥ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 ゥゥ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  <laughs> <laughs> おやすみー。